食った条件とは、流体力学や空気力学、特にその領域の運動学に関連するのであり、鋭利な公園を有する個体物体の周りの流れの状態を表す。ドイツの数学者で、物理学者であるマーチン・クッタに由来する。クエスト・スケッツァーは、食った条件を以下のように言い表している。 食った条件の表す流れの状態とは、鋭利な公園を一つ有する物体の周りの流れ場についてということである。これはまた、物体が翼として理想的に作動している時の流れの状態とほぼ同義である。現実の翼周りで常に成立するわけではない。食った条件は、食った重空スキーデールにより循環値をもとに、翼体の揚力を算出する際に重要である。 食った条件を過程に敷くと、翼からだまわりの循環量は1位に定まる。また、他にもポテンシャル流のようにヨドミ点が定まらない、前提や手法によって、翼まわりや溶力を計算する場合にも、必須となる。Compartison of Zero, Circulation Flow Pattern Around and Air Foil, and the Flow Pattern with Circulation Consistent with the 食ったコンディション。 インウィッチボースザ・アッパアンドロア・フローズ・リーブ・ザ・トレーリング・エッジ・スムースリー記念性流れを仮定する。鋭利な公園を伴う、翼体が一定の迎え角を持って、空気中を動くときを考える。動き出した瞬間は、翼体仮面の前沿近くと上面の公園近くに、淀み点が現れる。この翼上面にある、後方淀み点へ翼下面を通った空気が到達するには、 公園を回り込みさらに上面を公園から前方へと移動することとなる。公園で過剰の流れが生じ、不連続形状化、それに近い公園部では局所的な高速領域が生じ、これは強烈な粘性力をもたらし公園周囲の空気に採用する。そして強い渦が公園近傍の翼体上面に蓄積する。翼体が移動するにつれてこの渦は翼上面を滑りながら、 後方に取り残される。この渦は出発渦と呼ばれる。かつての先駆的な研究者らは液体中の出発渦を写真に収めることで出発渦の存在を確認した。ケルビンの循環保存則に従うと出発渦の渦旅は翼体表面の循環と均衡する。出発渦の渦旅が増加するとき翼周りの循環も増加し翼上面の速度は上昇する。 その後、翼の移動するにつれ出発渦は取り残され、翼が移動を開始した地点に留まり旋回し続ける。これらの過程を通じて、後方淀どみ店は、翼上面から公園へ移っていく。翼が移動を続けるとき、後方淀どみ店は、公園部にあり、翼上川の流れは、翼上面に沿う。翼の上面と仮面を流れる流体は、公園で合流し、 翼から離れた後は互いに平行に流れていく。この状態が食った条件である。一定の向かい角で翼が動き、出発渦が放出されてあり、食った条件が現れており、翼周りには相応の強度の循環があるとき、その翼は揚力を発生させていて、その揚力の強度は食ったジョーコフスキー定理で見積もられる。食った条件により導かれる。 気結の一つは、翼体の上側を通る流体が、下側のより高速であること。淀見ミ天へ向かう流体界は、翼上側を通る流体と下側を通る流体とに、分かれる。上面の方が早く流れて、先に公園へ到達するため、前縁側淀見ミ天で上下に分かれた流体は、その後互いに出会うことはない。翼の交流の翼より、はるかにリル位置を考慮してもそうであり、 クリービジと呼ばれる。前方淀見点で上下に分かれた流体会が翼公園で出会って一体に戻るという到着説と呼ばれる誤った説明があるが、これはクッタが発見したクリービジという実現象と合わない。翼の移動中に速度や向かい角が変化すると公園の上下のどちらかで新たに微弱な出発渦が生成される。この微弱な出発渦によって 変化後の速度と迎え角に対応する、食った条件が再度現れる。結果として、相応の循環と揚力が現れる。食った条件は、なぜ翼の公園が尖っていなければ、習いかという観点における一つの洞察となる。渦なし、非粘性、冷圧縮、ポテンシャルの翼回り流れにおいて、食った条件は、翼表面流れ関数を計算することで、実践されることがある。 同様の手法は孤立した翼の二次元や音速、非粘性定常圧縮性流れにおいても適用される。近年、粘性ありのための食った条件の補正も研究されている。食った条件は翼の周りで常に成立しているという性質のものではない。物理の定理ではない。流体界が翼公園を回り込まない原因として公園の極律半径がゼロであるため空気の速度は 無限大となる。従って実現しない。といった説明がある。現実には、翼の上面下面などに不連続で、極律半径ゼロの形状があっても流れは成立する。公園についても、薄離法が現れたり、境界層によって凹凸がなまったように振る舞うことで、回り込みは起きうる。公園の回り込みは非年生で扱うことができない。流体力学において、 食った条件を仮定として敷くことにより、粘性の効果の一部を反映しつつき組織の粘性項を省略できる。翼の揚力を実践的に計算する際に役立つ。航空機周りのように粘性の影響が小さい、状況を計算する際ポテンシャル解析は有効である。しかしポテンシャル流として翼周りを扱うと、よどみ点が決まらず無数の解が得られる。 適切な回を選択するための一つの方法が、食った条件の利用である。これにより、年生の正常のうち一部だけ反映され、表面摩擦や境界層の存在といったもろもろの効果は無視されたままとなる。この条件はいくつかのやり方で表される。一つは公園において無限大の速度変化は起きない。非年生流れは、突発的速度変化を許容するが、 実際の流れでは、粘性が険しい速度変化を鳴らしてしまう。もし公園がゼロでない角度を有するとき、そこの速度はゼロとする。しかし、尖った公園において、ザベロシティキャンビーノン、ゼロオルゾイットマストスティルビーアイデンティクル、アバブアンドビローザエアホイール、もう一つの定式化は、公園での圧力連続がある。流速がゼロから増速する状況を、実験観測すると、 後ろ側よどみ点が、向かい角世の場合の翼体上面に現れ、加速するにつれて後端へと移動していく。この初期の過渡的効果がひとたび消え去れば、食った条件が要請する通りに、よどみ点は公園に留まり続ける。数学上は、食った条件は成立し得る。無数の循環値の選択肢に対しその一つを強制する。ありがとうございます。